マックス・ペインシリーズは複数の開発元から発売されており、テレビゲームからスマホゲーム、実写映画まで幅広く開発、発売がされている人気アクションアドベンチャーシリーズ。ゲーム版は全3作品、映画版は計1本公開。全作品主人公はマックス・ペインと呼ばれる架空の男性であり、彼は複数人の敵との戦闘に有利になるため、 バレットタイムと呼ばれるスローモーションシステム活用できる。作品時に異なる場合があるが、バレットタイム時に敵を倒さないと0.6倍速だが、敵を倒すと最高 0.2x3 倍速になる。0.2x3 倍速というのは、敵は0.2倍で動くのだが、マックスペインは0.6倍速で戦えるということで、ある。なお、ゲーム版はすべて、ゼロ、ゼット指定。 映画は日本では PG-12 指定となっている。映画版マックス・ペインは20世紀フォックス配給となっており、原作をもとに制作、公開がされているが、原作とはつながりがない。マックス・ペインさんから現在までグランドセフトオートシリーズ、レッド、デッドシリーズで知られているロックスターゲームス社から開発、販売をされている。 マックス・ペインは1と表記。マックス・ペイン2は2と表記。マックス・ペイン3は3と表記。2001年7月25日に発売されたマックス・ペインシリーズ第1作目。元は PC 版限定ゲームとして発売予定だったが、複数のハードに発売された。1は初めてバレットタイムの概念が持ち込まれる作品であり、スローモーション手法により、 他のゲーム作品にはなかった形でテレビゲームに活用した作品となった。今作はスマートフォン版も有料配信された。またストーリーはマックス・ペインの復讐劇という形で展開されている。アメリカで2003年11月25日に発売されたマックス・ペインシリーズ第2作目。今回はシリーズ初日本版未発売作品となっている。 ストーリーは1の後、ニューヨーク市刑の刑事に戻ったマックス・ペインが同じく1にも登場したモナという女性と再会し、再び事件に巻き込まれていくという展開となっているため、前作と直接つながりがある。2012年6月3日に発売されたマックス・ペインシリーズ第3作目。今作は日本版は発売されたが、日本語の吹き替えはなし。メディが アランウェイク制作の資金調達を行う目的で、判件を売却し、本作はロックスターゲームズ開発となった。今回も戦闘に有利になるために、シリーズ恒例のバレットタイムシステムを採用し、マックスが地面に飛び込むことで地面に落ちるまで、スローモーションになる、シュートドッチなどがある。ありがとうございます。